オレゴンはアメリカ海軍の戦艦、インディアナ級戦艦の3番艦。艦名はオレゴン州にちなむ。オレゴンは1891年11月19日にカリフォルニア州サンフランシスコのユニオン鉄工所で寄港し、1893年10月26日にデイジー・エインズワースによって命名、浸水、1896年7月15日に 初代艦長、H.L. ホーウィーソン大佐の指揮下収益した。収益後オレゴンは太平洋ステーションでの短期任務のための偽装が行われた。オレゴンは1898年2月16日にカンドックを出居した。その前日、ハバナ湾でメインの爆沈事件が発生し、スペインとの緊張が高まるとともに3月9日にオレゴンは サンフランシスコに到着し弾薬を積み込んだ。3日後オレゴンは最も歴史的な巡航のうちの一つとなる命令を受け取った。オレゴンは3月19日にサンフランシスコを出港しペルーのカヤオに向かった。4月4日にカヤオに到着、南アメリカの周辺から東海岸への巡航でスペイン軍との切迫した状況における最初の球探作業が行われ、 数日後に出港した。艦長のチャールズ・イークラーク大佐は、チリのバルパライソには停泊せず、マゼラン海峡を通過することを決定した。4月16日にオレゴンは海峡に入るが、強風により岩の多い海岸線は、見通しが悪くなり、一時的に危険な状態となる。ちょうど日没後に小島と暗礁の間に闘病して、停泊、安全な夜を過ごす。 17日の夜明け前に風は弱まり、オレゴンはフォワード岬からプンターレーナスに向かい、フォーカンマリエッタと合流、東海岸へ向かった。両艦は石炭を補給し、4月21日にリオデジャネイロに向かった。同海域にはスペインの魚雷艇がいると噂されていたため、両艦の砲手は戦闘態勢を維持していた。波と向かい風のため巡航は遅れ。 4月30日までリオデジャネイロには到着しなかった。リオデジャネイロでオレゴンはスペインとの戦争状態に関する議会の宣言に関する知らせを受け取る。5月4日にオレゴンは出港し、ブラジルのバイヤに停泊後、5月18日にバルバドスに燃料補給のため到着した。24日にフロリダ州ジュピターに停泊し、戦闘態勢が完了したことを報告した。 オレゴンは66日前にサンフランシスコを出港し1万4四千マイル以上を航海した。ワシントン州ブレマートンで入居するオレゴン1896年記録的な航海は人々に称賛され、これを称える歌も作られた。オレゴンのレース・ザ・レース・オブ・ザ・オレゴンはジョン・ジェームズ・ミリハンによって作られた。ライツ・アウト・アプラをタートゥアード・ザ・サウス・ A canvas hiding each canon?S n mouse and A ship like A silent ghost release do is seeking her s t e r Ships in the east When you are boys shall ask for what the g u n s are for t h e n t e l l them the tale of the Spanish war And the Blessless Millions That look do upon the matchless race of the Oregon 一方 航海では巨大な戦艦が様々な状態で多くの能力を発揮することを実証した。他方ではこの巡航がパナマ運河建造の反対意見をすべて押し流すこととなった。オレゴンの記録的な巡航の工程ではパナマ運河の利用が可能であれば74日間の遅れが約3週間にまでカットされていた。このことはパナマで失敗したフランスの事業を アメリカ合衆国が買い取り、運河を完成させるのを説得するのに大きく役立つこととなった。5月26日にオレゴンはキーウェストの海軍基地へ向かい、2日後にサンプソン帝督の艦隊に合流、7月1日にサンティアーゴデ・キューバに到着し、艦砲射撃と3日のセルベラ帝督の艦隊に対する攻撃を支援した。サンチャゴデ・キューバ海戦においてオレゴンは その噴戦で、マッキンレイのブルドッグマッキンレイ、S ブルドッグの愛称で呼ばれ、その後ニューヨーク海軍交渉で修理を行い、1898年10月にアジア戦隊に戻る。マニラ湾のオレゴン1956年日本で売却、解体される。鎖の一部は横須賀基地にて保存されている。ポートランドに残るオレゴンのマスト、ありがとうございます。